今からお邪魔するお店は創業1950年片岡不動産さんです。やばい、歴史があるはずですよね。いろんなお話を伺いましょう。こんにちは。こんにちは。今ちょっとご紹介したんですけれども、はい、すごく歴史のある会社だと思ったんですが、はい、どんな会社なんですか？はい、私この、片岡不動産は宅地開発分譲事業、賃貸の斡旋管理事業、土地建物仲介事業、建築コンサルティング事業、以上4つを主に、熊本一番の老舗の名に恥じないよう、多種多様な不動産取引に責任を持って対処し、幅広い情報網を生かし、不動産取引のお手伝いをしております。馬場さん、馬場さんはお仕事を始めて何年くらいなんですか？約4年か5年ぐらいになりますけども、はい、ということは仕事をしてきて、はい、ああやっぱりやっててよかったと思う瞬間とかもあると思うんですけど、どうですか？そうですね、物件の代償には関わらないんですけども、やはり老舗ということで、私ども若い者には普通普段ではお会いできないような方にお会いして、そういうところで賃貸なり売買なりのお手伝いをできることがやっぱりすごい、自分のなんていうのかな、成長に生かせるというか、この会社に入ってよかったなってすごい思います。じゃあいろんな方とやっぱり出会えるっていうのは最高ですよね。はい、そうです。これからも頑張りたいですか？もう頑張っていきたいと思います。続いては看板娘にお話を伺います。前を失礼します、はい、お名前は？不動です。不動さんは何年目になりますか？12年。おっ、ということは先ほどの馬場さんよりもかなりベテランなわけですね。看板娘って言われてますけれども、このお店の良さをちょっとアピールしてもらいたいんですけれど、そうですね、おかげさまでお客様からの信用が大きいのでここまでやってこれたと思っています。実際お客様とお仕事をしてて、はい、どうですか？どんなところが自分にとって一番こうよく、なんていうかな、自分を高められるなと思われます？なんか質がいいお客さんがおかげさまで多いので、それは嬉しいですね。やっぱり毎日自分がやっぱり向上していきますか？もう長いからもうほら実家だから、もうずっとちっちゃい時からだから、慣れてしまってます。でも羨ましいです。素晴らしい方と出会えるそのきっかけを持ってらっしゃることが、感謝してます、これからもますます頑張ってやっていかなきゃいけませんね。さあ、看板娘の次はイケメンのお兄ちゃんに。さあ、このイケメンのお兄ちゃんです。こんにちは。お名前は？浜田と言います。浜田さん、ちょっとハスキーですね。はい、あ、ハスキーです。そのハスキーボイスでお客様とナイストークを。いや遠慮せんで、まあ、いやイケメン見とくと楽しかですね。お仕事は今何年目なんですか？今 4年ぐらいですね。4年、はい、ということは4年間の中でいろんな物件手掛けてきてますよね、はい、具体的にどんなところの、どんな地域の物件をお仕事してらっしゃるんですか？ですね、熊本市内地園ですけど、中心部の上通り下通りがうちは多いんじゃないかなと思います。具体的にはどんな取引をやるんですか？はい、そうですね、会社としてはもう売買から、賃貸まで駐車場までやってます。ということはビルだったり一軒家とか一つの物件だったりとかっていうのを何でもやってるってことですか？あ、そうです。でもやっぱり県外から、はい、熊本に進出してきたい、いい物件はないだろうかなんていうご相談とかはないんですか？あ、多いです。多い、はい、意外に熊本っていいところあるんですか？熊本はいいとこばっかりと思います。おー、商売するならやっぱ熊本ですかね。あ、ぜひお願いします。具体的にはこんなところいいよっていう場所ってありますか？難しかですかね。難しいですね。例えば上通りと下通りの違いとかってありますか？はい、そうですね、上通りは昔からの街並みだったり、下通りは、新しい街ですけど、どちらにも良さがあって。皆さん今、はい、仕事にやりがいを感じてますか？あ、感じてます。今後どうでしょう、どんな風に頑張っていきたいですか？そうですね、熊本の活性化に、手助けできるよう頑張っていきたいと思います。
期待してます。もう一人イケメンが夫ですよ。今浜田さんにお話伺いましたけどね、中島さん。はい、こんにちは。こんにちは。中島さん、今お仕事始めてどれくらいなんでしょう。私はまだ半年です。半年ということは、はい、まだまだ新人さんですよね、はい、勉強中です。今どんなこと勉強してるんですか。いろいろお客さんとの接客からもう物件の種類を覚えたりとか、もう全てが日々勉強です。もともとは何ですか、この不動産に関するお仕事をしてらっしゃったんですか。はい、いえ、全く違う業種だったんです。それなのになぜこの難しい不動産のこの世界に飛び込んできたんですか。こう不動産の取引とかそういうのなんかこう難しそうだけど、そういうのがなんかこうやりがいがあるんじゃないかなと思ってます。実際入ってみてどうでしょう。どんなところにやりがいって感じます。やっぱりそうですね、お客さんとの接し方とかそういう付き合いですね、信頼関係ですね。今から一歩ずつこう自分がステップアップしていくんですけれども、やっぱりこの会社で頑張っていきたいっていう気持ちいっぱいあると思うんですよね。はい、抱負をお願いします。伝統のある会社に入ったのでですね、名前を汚さないようにこう日々勉強していって頑張りたいと思います。いや、それにしても老舗のお店ってやっぱりいろんな方との出会いもあるし、今からいい経験をされますね。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。